思い出トークしようかな。こっち行くぞ。レース開始。緊急脱出する。進化シールドを発見。今日というか最近買い物に行きました。でお洋服を買って選んであげました。どうしよう、リングが動いてる。中には誰もいない。お洋服を買いに行こうよ。お、いいね、行こう。これ似合うと思うからこれ買おうよ。選んであげました。誰だと思う？当てれたら正解者には拍手。誰でしょう？剣持ち東也。ちょこっとだけ遊んだんだよな。スコープを発見。ちょっとね、いろいろあり、できたね。僕もね、私のものだ。なんだろう、2人で遊ぶというかそういう機会があると思わなんだね。こっち行くぞ。ほんとね、ちょこっとだけだけど、やっぱね、ライブ通してどんどん仲良くなるんだよな、ライバーさんと。全てを見通してみせる。まあね、ライブが近いのでお洋服というか、まあ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 、ちょっとね、いろいろありまして、竹本さんと仲良し。いや、もちさんなんかいい人だよ。あの人いい人だ。おっと、この場所は気味悪いな。調子が狂っちまうぜ。アルティメット促進剤を発見。あの人いい人。で、知らない世界を知れてありがとうみたいなこと言ってた。まあ僕が着るような服ってもつさん多分あんま着ないから、まあちょっといろいろ話しながら。楽しかったわ。なんかこう趣味が違う人とっておもろいね。やっぱさ、そのわかるじゃん、仲いいと。あ、この人いい人だなみたいな、そういう人だった。まあね、高校生ってそうだよな。いや別に高校生を下に見てるわけじゃないけど、高校生で剣道部だったら割とこう、わかんないけど、偏見だけど、これは剣道部ってさ、あれのイメージあるんだよ。しっかり、なんか厳しい部活のイメージあるの、比較的。これ可愛いって言って、僕が欲しいような服買ってあげた。デニム生地の服のね、めっちゃ可愛いのがあって、うわこれ可愛いっつって。残り部隊は半分、勝利は我らのもの。で、なんかそういうイメージあるから、やっぱこういう感じの服は着ないのかなみたいな。まあでも好みとかもあると思うからあれだけど、めちゃめちゃに可愛かったんだよその服。もうなんなら僕が欲しいぐらい可愛かったんだよな。